なんでレベル85で止めてるんですか？実際問題、原神はレベル80あれば余裕です。で、80の突破はしといた方がお得かな。キャラクターでほら、突破すると、なんか HP が伸びたり、固有テンプが解放されたりとか、まあ、突破ステータス伸びたりするんで。いつになったらお姉ちゃんみたいに、まあ、なんか80の突破はしたいんですよ。背が高くなるんだ。ただレベル80なだけだとさ、マルチプレイで、あ、こいつレベル80だ。もしかして最後宝石、なんかトパーアメジストとかトパーズとかさ、なんかでっかい宝石6個使ってちゃんと突破してんのかってわかんないじゃん。アピールするためにレベル81までは上げるじゃん、マルチのこと考えて。いや、81だとキリが悪いから85まで上げてるだけで、気持ちの問題。90まではね、上げたくないな。ほら、モンスター殺したらさ、冒険、経験値もらえるじゃないですか。なんか、で、ヒルチャール殺したら経験値30とか。で、まあ、レベル90になって経験値カウントしたら、モンスター殺しても経験値もらえないから、90までは上げたくない。81レベルまでは上げるって考えたら、まあ、キリがいい85まで上げるよねって話ですね。うん。